エリナー・フランシス・バレンティンは、イギリスの植物学者、植物画家である、フォークランドで暮らし、フォークランド諸島の植物を収集した。1921年に、エニット・メアリー・コットンと共著で、フォークランド諸島の喧嘩植物と、シダズロクを執筆した、フォークランドで生まれた、西フォークランド島のロイコーブや、シャローベイで暮らした。近郊の植物を集め、研究した。 1909年から1911年にかけて、フォークランド諸島全域の多くの植物を集め、収集した植物は大英博物館、王立植物園、マンチェスター博物館などに保存された。さらに、海藻の収集も行った。キューガーデンのソウル医学者、アーサー・コットンと協力し、フォークランド諸島のインカ植物の最初の研究を行った。チャールズ・ヘンリー・ライトにも協力し、 フィールドノートと図を提供し、論文の図版を描いた。論文、The m a ヒパティ e s and Hypaticky of West Fokland Islands, From the Collections of Mrs. e l o n v a l e n t n は、ロンドンディンネ協会の会誌に掲載された。1912年に930種の植物の標本を、キューガーデンに寄贈した。論文の図版だけでなく、植物図鑑の出版も行い、エニット・メアリー・コットンと、 フォークランド諸島の喧嘩植物と死脱クを出版した各評価された。バレンティンの植物画は1924年にフォークランド諸島裁判所で行われた大英帝国展覧会などで展示された。バレンテンは植物の学名で命名者を示す場合にエリナー・フランシス・バレンティンを示すのに使われる。ありがとうございます。